続いては北陸地区1位で4月の戦いを終えた富山サンダーバーズ。5月のスタートを切る石川戦はアルペンスタジアムの新人コーシバコケラ落としの記念試合でした。なんとあの元プロ野球選手たちがスペシャルゲストとして登場します。5勝3敗と北陸地区1位で4月の戦いを終えた富山サンダーバーズ、5連戦となる最初の試合はアルペンスタジアムの新人工芝こけら落とし記念試合として石川ミリオンスターズを迎え撃ちました。この日は元メジャーリーガーの佐々木和弘さんや元プロ野球選手のデニー智さん、大塚浩二さんがスペシャルゲストとして来場。大魔神こと佐々木さんは始球式を行い、訪れたおよそ3500人の観客を沸かせました。サンダーバーズの先発は新人加藤。その加藤が初回から振るいません。深澤にライトへのタイムリーを放たれ先制点を許します。さらに3回には2アウトながら1・3塁で5番高弘。なんでもないフライですが、なんとこれがヒットに。この後もミスから失点を重ね、6回までに5失点。打線は6回に3番下島のタイムリーで1点を返したものの、去年から苦手とする石川のエース南を捉えることができません。サンダーバーズは石川と同じ9ヒットを放ちながらも、石川が富山のミスにつけ込む試合となり、結局1対6で敗れ、5連戦となる初戦は黒星となりました。富山は今シーズン2回目の先発となる日向に連敗ストップを託します。日向はテンポの良いピッチングで2回までに3三振を奪う絶好の立ち上がりを見せます。打線は2回、フォアボールの成瀬がワイルドピッチと内野ゴロで3塁に進んで8番太陽、初球を振り抜きレフト前へのタイムリー。女房役が日向に先制点をプレゼントします。日向はストレートが低めに決まり、7回まで石川打線に得点を許しません。追加点の欲しい富山は7回、有志が右中間へのツーベースでチャンスを作ります。バッターは再び太陽、またも初球を打ち返し2点目を奪います。2点のリードをもらった日向でしたが、球数が90を超えて制球を乱します。8回、先頭の戸田を簡単に歩かせます。この後送りバントでワンアウト2塁となって1番楠本、レフト前ヒットでワンアウト1塁3塁とピンチが広がります。バッターは2番小倉、ライトオーバーのツーベースで1点を返します。ここで富山は日向に代えて萩原をリリーフに送ります。バッターは去年までソフトバンクに所属していた37歳のベテラン本間。左中間を深々と破るタイムリースリーベースで2者が生還、3対2と逆転を許します。さらにフォアボールとワイルドピッチでワンアウト二塁三塁となって5番高弘。センター前に弾き返され5対2とリードを広げられます。
さらにランナーを二塁に置いて7番甲斐。高く上がった打球がエンタイトルツーベースとなり、この回6点を奪われます。富山は粘り強く投げた大輔に完投を許し、2対6で敗れ、石川に連敗。首位は保ったものの、通算成績は5勝5敗で貯金がなくなりました。やっぱりミスですよね。昨日もしかり、今日もしかり、エラーはゼロです。ですがやっぱりもう皆さんご覧の通りの大きな一つのミス、まあピッチャーもほとんどね、現状いないっていうところは正直なところなんですけども、5連戦乗り切る。でももうこれもうちだけじゃない話なんでね、なんとかみんなで力を合わせて頑張っていくしかないなと思います。 BC リーグの順位表です。5月2日終了時点でサンダーバーズは5勝5敗で北陸地区首位です。上信越地区は7勝2敗で群馬が首位をキープしています。富山サンダーバーズのこの週末の試合は石川ミリオンスターズと対戦します。今月8日土曜日はアウェー戦、9日日曜日は小部野球場で行われます。続いては J2 リーグカターレ富山。3連敗中のカターレはホームで連敗脱出できたのでしょうか。3連敗で最下位となったカターレ富山、今シーズン初のホームナイターゲームに水戸ホーリーホックを迎えました。0対0で迎えた後半、カターレが水戸のゴールに攻めかかります。後半は前半の2倍の14本のシュートを放ち、再三見せ場を作りますがゴールを割ることができず、結局0対0の引き分けに終わりました。連敗を3で止めて勝ち点1を積み上げました。ホームのサポーターも連敗ストップにほっと一安心の様子でした。 J2 リーグ第10節終了時点の順位表です。カターレ富山は勝ち点7で草津と北九州と並んでいますが、得失点差で順位は前節と変わらず最下位のままです。カターレ富山の次の試合は今月9日日曜日、ホームでファジアーノ岡山と対戦します。今週の激スポはここまで。